クリス・カプアーノ、クリストファー・フランク・カプアーノ、クリストファー・フランク・カポアーノ、1978年8月19日体は、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ハンプデン軍、スプリングフィールド出身のプロ野球選手、手、左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。せーの、カポアーノは、キャプユーアの、発音、キャップヨアーノと読むのが、より近い、の、 MLB ドラフト8巡目、全体238位で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、8月24日に契約、参加の A 級で、プロデビュー。18試合に登板し、10勝4敗、防御率2.21だった。y AA 級、エルパソ・ディアブロスで28試合に登板し、10勝11敗、防御率5.31だった。 がトリプル A 級通ンサイドワインダーズで6試合に登板し、4勝1敗、防御率2.72だった。3月8日にトリプル A 級通ンへ移動し、そのまま開幕を迎えた。5月4日にメジャーへ昇格し、同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。同点の延長10回表から登板したが、11回表に2失点を喫し、敗戦投手となった。 三度目の登板となった5月17日のピッツバーグパイレーツ戦で先発に転向したが、4.2回を6アンダ7失点と打たれ、同日にトリプル A 級ソンへ降格した。7月9日に最昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で7回を3、アンダ1失点、自責点0に抑え、メジャー初勝利を挙げた。翌10日に再びトリプル A 級ソンへ降格した。 登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ昇格した。この年は9試合に登板し、2勝4敗、防御率4.64だった。2003年12月1日にリッチー・セクソン、ヌーキー・バーナーとのトレードで、クレーグ・カウンセル、ライル・オーバー・ベイ、ホルヘデラ・ロサ、ジュニア・スパイ・ビーと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。3月4日にブルワーズと1年契約に合意。 開幕ローテーションに加わったが、4月23日に15日間の故障者リスト入りした。5月26日に復帰。同日のロサンゼルスドジャース戦で登板したが、6月1日に15日間の故障者リスト入りした。6月12日に復帰し、復帰後は13試合に登板したが、8月25日に左肘の故障で再び15日間の故障者リスト入りした。 この年は17試合に登板し、6勝8敗、防御率4.99だった。2月19日にブルワーズと1年契約に合意。この年は、リーグ最多の35試合に先発し、18勝12敗、防御率3.99だった。2月24日にブルワーズと1年契約に合意。前半戦20勝4敗、防御率3.21と好成績を残し、 オールスターに初選出、試合では、登板機会なし。しかし後半戦は、防御率5.17と調子を落とした。シーズン通算で11勝12敗、防御率4.03を記録。クオリティスタート25は、ロイオズワルト、アストロズと並ぶ、リーグ最多、174奪三振は、アンデ・ペティット、アストロズに次いで、リーグサワン投手2位だった。なお、この年のオフに、 日米野球で来日している。1月17日にブルワーズと325万ドルの1年契約に合意。この年は29試合に登板し、5勝12敗、防御率5.10を記録した。3.4月は5登板で4勝0敗、防御率3.21と好調だったが、5月7日のワシントンナショナルズ戦で5勝目を挙げたきりカちに見放され、 その後の22登板で0勝12敗、防御率6.08と低迷。12連敗は、球団記録を更新するものだった。また、カプアーの登板試合でチームは18連敗を、喫している。1月18日にブルワーズと375万ドルの1年契約に合意。3月27日に、左肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、 トミー・ジョン手術を行った。9月2日に60日間の故障者リストへ移動し、そのままシーズンを終えた。オフの12月12日にノンテンダー FA となったが、12月15日にブルワーズとマイナー契約で再契約した。8月19日にルーキー級アリゾナリングブルワーズで故障から復帰し、9月からはルーキー級でプレールーキー級へ、ナでは3試合に登板し、 零勝零0敗、防御率6.00だった。オフの11月9日に FA となったが、11月23日にブルワーズとマイナー契約で再契約した。y ー,ー,ーブレイバードカウンティー、マナティーズで開幕を迎え、3試合に登板し、2勝0敗、防御率1.23と高騰。5月にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格し、4試合に登板。 一勝一敗、防御率1.80だった。5月29日にブルワーズとメジャー契約を結び、6月3日のフロリダ・マーリンズ戦で3年ぶりのメジャー登板を果たしたが、3.2回を投げ7安打ん3失点を喫し、敗戦投手となった。その後はリリーフに転向し、9月に再び先発へ復帰した。この年は24試合に登板し、4勝4敗。 防御率3.95だった。オフの11月1日に FA となった。1月3日にニューヨークメッツと150万ドルの1年契約を結んだ。この年は33試合に登板し、11勝12敗、防御率4.55だった。オフの10月30日に FA となった。2011年12月2日にドジャースと1000万ドルの2年契約。 2014年のミューチュアルオプション付きを結んだ。は、リーグトップの33試合に登板し、12勝12敗、防御率3.72位だった。は、開幕後3試合に登板したが、4月17日に15日間の故障者リスト入りした。5月6日に復帰したが、6月4日に、左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月19日に復帰。 この年は24試合に登板し、4勝7敗、防御率4.26だった。オフの10月31日に球団がオプションを破棄したため、FA となった。2月22日に、ボストンレッドソックスと225万ドル出来高の1年契約を結んだ。開幕後はリリーフとして28試合に登板し、1勝1敗、防御率4.55と結果を残せず、 6月25日にリーフとなり、7月1日に FA となった。2014年7月4日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。契約後は、参加の AA 級タルサドリラーズと AA、A、級コロラドスプリングススカイソックスでプレイ。AA 級コロラドスプリングスでは3試合に登板し、1勝0敗、防御率3.07だった。 2014年7月24日に金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍。7月25日に25人枠入りした。移籍後は12試合に登板し、2勝3敗、防御率4.25だった。10月30日に FA となり、オフには日米野球2014の MLB 選抜に選出されたことが発表された。この大会時は FA で、 所属球団がなかったが、ヤンキースのユニフォームで出場している。12月16日に、ヤンキースと500万ドルの1年契約で再契約した。7月29日に、ディーフとなった。その後、8月12日に再びメジャー契約を結んだが、15日に再びディーフとなった。18日に3度メジャー契約を結んだ。さらにその後、 22日に3度目のディーフ、24日に4度目のメジャー契約、マイケル・ピネダが、故障者リストから復帰した26日に4度目のディーフ、となった。9月8日に5度目のメジャー契約を結んだ。結局、4試合の先発登板を含む22試合に、投げたが、度重なる契約と契約解除の影響もあったのか、0勝4敗、防御率7.97ホイップ1.82と、 炎上して、レギュラーシーズンを終えた。11月2日に FA となった。1月25日にブルワーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。4月2日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。開幕から16試合にリリーフで登板していたが、左肘を痛めて5月26日に故障者リスト入りして、 以降の登板はなかった。オフの11月3日に FA となった。守備面では牽制がうまく2005年にはメジャー最多タ,タイの12人もの走者を指した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。